校舎が綺麗で、先輩も優しい方が多くて、学校生活に楽しさを見出せるように、クラブ活動もやりやすい感じになっていますので、どんどん勉強する習慣がついていきます。この学校のサッカー部は先輩後輩がそんな厳しくない感じで、後輩とかとよく喋ってコミュニケーションも取りながら、みんなで一致団となって練習しています。曲を演奏するには絶対に部員全員が一致団結しないといけないんですが、その曲の練習を通じて人をまとめることの大変さと大切さを学びました。仲間内にも厳しくやっているつもりではありますし、励ますところは励まして、ダメだよっていう、その改善していかないといけないところはきちんと言っていってる。結果ももちろん大事なんですけど、そこまでの過程をしっかりやっていければなと思っています。皆さん受験頑張ってください。お待ちしてます。ぜひ銀杏千里を受験してください。お待ちしております。